ねえ、また一緒にビジネスやろうよ。黙れ裏切り者。あなたは儲けて、私は信仰を得る。利害は一致してたじゃない。確かに、天狗に使われるのはちょっと、ムカついてたけども、全部を神に返すのももったいないわ。私、アビリティカードの新しい可能性を見つけたの。可能性？アビリティ毛も耳よ。身につけることによってアビリティを使えるわ。グローブやブーツ、尻尾ももちろんアビリティアイテムよ。バカが、そんな需要が限りなく限定されたものが、ビジネスになるものか。にゃんにゃん。結構いい素材だな。そうでしょう？メグムが好きなとこを触ってもいいのよ。うふふ、スリスリしちゃうにゃん。これがあれば獣耳のない天狗全員を獣耳属性に。何籠絡されそうになってるんですか？いや、これは純粋に商品の確認を。ちょっと話があるんで、お家に帰りましょう。誤解だって、つかさー。お前が天球ちまたか。私と恋決して損はさせない。あなたは消えるのを待つだけだった私を見つけてくれた。天狗の利益と商売によって得られる信仰、消えたくない一心で力を求めて結果的に彼女を裏切った。おい、裏切り者。貴様がどこで何をしてようが、もう私には関係ない。だが、飯はちゃんと食え。あなたは裏切った私をまた見つけてくれた。それからはずっとあなたを追いかけた。あなたの隣に誰がいようと関係ない。神に帰るその時まで私はあなたのそばにいたい。イーズナ丸様、新調したこの獣耳どうですか？可愛くないですか？あの、イーズナ丸様、これ作ったんです。よかったら食べてください。大天狗様、お仕事頑張ったんで撫でてください。離れなさい、モブども。大天狗であるメグム様に慣れ慣れしくして失礼ですよ。イーズナ丸様に近づく奴は全員足の小指がかぶれればいいのに、急に嫌なダメージですね。ぜ、全然近寄れない。なんであんなに人気なのよ。うふふ、天狗たちは今日も可愛いな。羨ましくなんてないもん。吠えるなよ、負け犬が。すんませんでしたー。